マスターズリーグ TV。 拍手うるさいって言われてしまいましたね。ちょっと AD のね、大ちゃんにね、 AD に言われてしまったんで、まあちょっと残念ですけど、まあまあ、次から反省しましょう。はい、次回からね、次回からそうしましょう、ね、小さめの拍手でね、小さめの拍手でやっぱり、はい、いきましょうね。で、今回はですね、はい、なんと巨人 V9 2回目、第2回、今回中期ということですね。はい、中期、はい、68年から70年まで、はい、4連覇目から6連覇目まで、そうですね、語っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。だ、1968年って結構大ニュースがありました。大ニュース、ある選手が入団してくるんですよ。あ、はいはいはい、実は高田茂選手。あ、高田茂選手、はい、あれですよね、あのヤクルトの監督とか務められてた。そうですね、2008年から2010年までヤクルトの監督務めてました。あ、今 DeNA のなんか GM とかやってますよね。はい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 、はい、読売ジャイアンツに入団と。明治大学から、明治大学から。阪神ドラフト1年だった高山選手。はー、高山選手ね、はい、あの6大学の通算安打記録を塗り替えたと、はいはい、言われてましたけど、それまでの記録保持者は高梨です。そうなんですよね、はい、当時も本当話題になりましたね。話題になりました、はい、本当に。しかもですね、これ共通項としてはお互いに信じる運命を感じますよね。確かにそうですね、うん、高から始まってますし。まあ、高田選手はドラフト1位に入団して1年目の成績としては3割1人、おー、3割23盗塁、すごいですね、すごいですね、新人で3割で、新人で3割23盗塁ってすごい。で、高田選手は結局レフトに決着したんですけど、はいはいはい、あのその時になんとですね、その勉強の泣きどころって言ってたですね、高倉選手、去年あの見ましたよね。前回の動画でね、あの西鉄ライオンズからせっかく補強した5番バッター、最強の5番バッターだから、はいはいはい、ONT4 です、はい、ONT4 ですね、はい、ONT4 で一刻を担った高倉選手が、からポジションを奪ってですね、外野のポジションを奪って、結局レフトに高倉選手固定、ライトに栗松選手って形ですね。あ、なるほど。つまり高倉選手せっかく取ったけど1年でも、はい、1年で、まあ、結局、まあ、あの出さなくなっちゃった。ONT4 にはならなかった。ONT4 にはなれなかったっていう。なるほど、残念な下りです。それはちょっと残念ですけど、うん、でもそれだけ高田選手がすごいってことですね。そうですね、高田選手は本当にすごかったんですね。なるほど、やっぱり巨人の V9 の原型ってはここでできたかなって思いますね。なるほど、なるほど。でも1969年になりますと、結局あの 6.5 ゲーム差で阪神に勝って優勝したんですけど、この年何がすごかったら高橋和美選手ですね。ああ、ピッチャーの今年22勝でプレイク、22勝ですよ。この時からですね、ライトの末次選手に、あ、末次選手ね、栗松選手からやっぱ末次選手に、なるほど、社長交代ということ、社長交代したんですよ。なるほど、固定できた、ライトで固定できたってのは良かった。なるほど。次は最終年ですけども、その中期のです、ほぼ変わらないと、オーダーは変わらないと、ほぼ変わらないんですよ。高田選手、はい、柴田選手、はい、王選手、長嶋選手、プロエ選手、末次、はい、栗選手、はい、土井選手。なるほど。まず大体もう今まで言ってきたメンバーほとんど、もう固定メンバーと。そうなんです。一面ですね。一面です。この中期のところでもうチームが固まって、はい、固まってくるっていう。なるほど。本当に。だから皆さんに聞くと、やっぱ巨人 V9 のメンバーといえばっていうメンバーで大体同じなんですよ。やっぱりいろんな方に聞いて。はい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 、あれ、渋谷の JK100 人に聞いてみたら、巨人 V9 オーダーみたいな。そうそう、渋谷の JK100 人と会見します。確かに、それ一緒になりそうだな。一緒になりそうなんですよね、うん、でこの時はもう3本柱と固まってきて、ピッチャーの3本柱、はい、13連勝で16勝を挙げたあのホーリーユース選手、あとメリーちゃん、秀武選手、秀武選手、はい、1軍2軍ノーヒットノーラン、はい、であの高橋克実選手、前年22勝で、はいはいはい、っていう3本柱がもう固定先で、ピッチャーを最強。なるほど。もう好きないですよね。しかもこの年ですね、王選手がなんと、あの誰も超えられない記録で8人連続40本ありえなくないですか。そんなことあります？なかなかない。なかなかないですよね。なかなかないです。なかなかないですよ、本当に。この年でもリーグ戦のゲーム差でいうと阪神と結構競ったんじゃないですか。ああ、なんでそんな、やっぱ見てらっしゃったんですか。ちょっと予習してきたんです。予習してきたんです。はい、実は2ゲーム差なんですよ。2ゲーム差ですよね。こんだけのメンバーが揃って最強と言われつつも、この年は2ゲーム差だったんですよ、うん、これ阪神がライバルとして強かったってことですか。そういうところもあると思いますね。やっぱりあの名選手いっぱい揃ってますね。当時の阪神のライバルってどんな感じだったんですか。やっぱあの村山選手。ああ、村山選手。江夏選手。江夏選手。はい。あ、まあ、あとあのカークランド。カークランド。背番号6の藤田平さん。藤田平さん。2000本安打ですね。はい。遠井五郎さん。遠井五郎さん。はい。あとまあやっぱりなんていうか田淵光一さん。田淵光一さんですね。あの法政サンバガラス。いや本当にもうね、うん、超有名です、ね。超有名です、法政サンバガラス界で一番有名ですから、法政のサンバガラスおそらく。圧倒的なメンバーですかね、この3人って。まあ、そうですね、山本浩二さんと富田勝さんですね、はい、すごいメンバーですよね、本当に。まあ、そんな感じで、まあ、最強の4番キャッチャーもいて、はい、で結果的にピッチャーとして見れば、なんといってもね、村山選手、永久欠番ですよね、はい、背番号11、背番号11の永久欠番、そして江夏豊選手、2年目、高卒2年目、401奪三振、ありえないです。
それはそういう、うん、なんか選手たちがいたらそれになんか2位になりますね。ますよね。もしか優勝してるんですよ、ね、おかしくないんじゃないかっていうぐらい。で逆に言えばそんなチームに対して優勝しちゃったってこと自体が、まあ、相当強かったんですよ。相当強い。相当強い。巨人も相当強かったんですよ。やっぱり。1970年はかなりハイレベルな争いだったんですね。ハイレベルな争いだったっていう。なるほど。いやそんなこんなでですね、やっぱり3年間追ってきましたけども、徐々にですね他の球団も強くなってきてるんですよ。前回の動画ですと2位の中日とも13ゲーム差とか言ってましたけど、13、12やったんです。今回実は見てみると、はい、1968年っていうのは阪神と5ゲーム差、はい、で次はまた阪神と 6.5 ゲーム差、はい、そしてまた次阪神と 2ゲーム差、あらら、あらら、まあちょっとまあ多分巨人が弱くなったっていうよりは他球団が強くなったと見たいんですけど、はいはい、でもそういう感じで徐々に迫ってきたなっていう印象を受けますよね。なるほど。 V9 としてはメンバーも固まってきたんだけど、はい、それと同時に他球団も力をつけてきてる。そうですね、そういうことだと思います、ね、なるほど、はいはい、本当に、まあ、今回こんな感じで3年間話してきましたけども、次はですね最終回、巨人 V9 最終回の71年から73年についてやっていきたい。なるほど。ついに V9 が終わってしまうという9度目の優勝、9度目の優勝までたどり着くという。なるほど。で、次回皆様楽しみにしていただけたらと思います。はい、はい、で皆様チャンネル登録と高評価の方お願いできたらと思いますので、あとですね、ツイッターの概要、動画の、はい、動画の概要欄に動画の概要欄にですね、ツイッターのアカウント載ってますので、ぜひこちら皆さん見ていただけたらと、フォローしていただけたらと思いますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、よろしく。皆様ありがとうございました。マスターズ ETV でした。